朝青発は中国福建省永安出身の女優。本名、朝青。身長165センチメートル、体重46キログラム、星座は水亀座。1980年、福建省永安の一般家庭に生まれる。13歳で福建省芸術師範学校美術クラスに入学し、卒業後上京、北京の中央儀劇学院同園系に進学した。 中央美劇学院卒業後、芸名を本名の朝青から朝青初へ改める。映画やテレビドラマなどで活動し、しばらくは無名の日々を送ったが、2003年、撮影スタッフの推薦により、古朝英監督の苦弱、我が家の風景に顔イ翻訳で出演。同作が2005年の第55回ベルリン国際映画祭で銀マ賞を受賞したことで、 一躍脚光を浴びるようになった。また、英語で行われた、各国外メディアのインタビューにも流暢な英語で応じた。2005年11月5日に開幕した第5回、彩りの国際多摩中国映画祭では、出演した、花嫁大旋風が出品され、初来日した。2006年、方向の旅で、第30回回路国際映画祭の、最優秀主演女優賞を受賞。 2007年には、ラッシュアワーさんに出演し、反対子の娘、スーヤン役を演じたことから、国際的にも注目を集め、中国国内では、昭和機恋とも呼ばれた。2008年には、独・中、仏合作の、ジョン・ラーベ・ランキンのシンドラーで、架空人物の老匠を演じた。2009年の、夜と霧で、第29回香港電営金像を進む。 最優秀主演女優賞にノミネート。2010年には、東山王自身で第47回金馬進む、最優秀助演女優賞にノミネートされた。2018年、プロジェクトグーテンベルク眼殺王でも香港、田影金像進む最優秀主演女優賞にノミネートされている。2019年、中日合作映画、オーバーエーベレスト陰謀の氷壁に出演。上映年、 日本語大、役名の順。日本語大のないものは、日本未公開。制作年、日本語大、役名の順。日本語大のないものは、日本未公開。清楚な中華美人、調整発が発来日。ファンの歓迎に感激。中国情報局第29回香港、電営金像、進む公式サイト。ありがとうございます。